水木遥かスマイルプラス。信じられますか？例えば引き裂かれ離れ離れでも心すぐそばにいつも感じるの。女の恋は涙と引き換え、だけど女に生まれたことを悲しいなんて思わない。こんなにも幸せだから、命尽きるとも。俺は愛はとこしえに。かけてはまた満つる月の輪廻の巡る不思議さよ。例えばもう一度生まれ変わっても、きっと出会えるわ、きっと見つけてね。こんなに辛い悲しい恋でも、私あなたを愛したことを不幸何度でも巡り会いたい。俺は命尽きるとも。俺は愛はとこしえに。俺は愛はとこしえに。
はい、皆様こんにちは、水木遥かスマイルプラスでございます。今日もお聞きいただきましてありがとうございます。まずはコロナ対策でございますけどもね、まだ感染者増えるばかりでございますけれども、演者スタッフの検温を行っております。そして換気は50分ごとに行っております。そして、番組入れ替え時にスタジオ内すべて消毒をいたしております。除菌装置、トレールなども使用しております。で、鳥越アズリ FM のスタジオはですね、窓がございますので、緊急車両のサイレンとか台東区の緊急放送がマイクに入り、お聞き苦しい点もあるかと思いますけども、ぜひご理解いただきますようにお願いいたします。そしてですね、番組の応援の会というのがございましてね、会員を募集しております。鳥越アズリ FM のこの番組が好きという方に朗報でございます。番組応援の会に入会することでスタッフルームとか、テレビ電話などの出演ができます。あなたも番組に参加することができますのでね、ぜひ詳しくはホームページをご覧いただきまして、番組応援の会ご入会いただきますようにお願いいたします。ありがとうございます。そしてですね、今日はですね、ゲストの江中ひとみさんとね、そして社長さんの南雲さんなんですけど、よろしくお願いいたします。実はですね、昨日あの2人とも、浅草の木馬亭に出演させていただきまして、その時にですね、明日鳥越あずり FM 水木遥かスマイルプラスゲスト江中さんですよって申し上げたんで、江中さんのファンの方から、メールをいただいております。嬉しいですね。はい、はい、バレンティンさんですね。バレンティンさん、はい、これですか。はい、はい、昨日は浅草木馬亭のイベントお疲れ様でした。愛じゃなくても明日を信じて命尽きるとも3曲熱唱されまして、トリを務められて素晴らしかったです。ありがとうございます。本当に素晴らしいですね。ありがとうございます。雰囲気が一変しますもんね、メッセージが出るとね。いえいえ、ね、で、本日は江中ひとみさんがゲストということで番組楽しみにしております。お二方ともラジオライブなどに応援しますので頑張ってくださいね、ということでございました。はい、ペンネームバレンティさんね、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ということでね、はい、昨日、浅草木馬亭で出していただいたんですけども、もう皆さんご存知かと思いますけれども、松鶴家千歳師匠の主催だったんですが、師匠が急逝されまして、まあ、追悼の意を表すというイメージでもありまして、本当に、私もいろいろ師匠にお世話になったものですから、最後なんかね深くにも涙が出てしまったんですけれども、ね、江中さんもね、あの師匠との新曲が、デュエット曲だったんでね、本当に残念だと思うんですけれども、ね、師匠いかがですか。そうですね、あの CH 列車で行こう Can you understand、こちらね、あの1月の16日の木馬亭で声もすごく出てらして素晴らしい歌唱力でですね、あの一緒に歌わせていただいたんですけれどもね、なんかあのせっかくあの CD も発売になって、まああの本当に旅立たれてしまって、そうですね、もう1週間くらいはもう憔悴しまして立ち直れなかったんですけれども、ね、でもまたあのあそっかと思って、この歌をねずっと自分がこれからも歌い続けていけば供養になるかなと思って、ずっとずっと歌わせていただきたいと思います。ね、本当に、ね、本当に 2週間ぐらいで退院なさるっていうお話だったんですよね。そうなんですよね。でまあ、コロナ禍でもあってね、あの面会などはできないし、まあ、すぐに帰ってきますからっていうようなことだったものですから ねお見舞いにも行かずじまいだったものですから ね、 そうですね、うん、本当に残念ですけどもね。残念ですけどね、うん、頑張ってね歌わせていただきたいと思います。そうですね、はい、私もね、あの命尽きるとも明日を信じてね、いい曲だからきっと浅草木馬亭から有名になってね、なんて先生にね、うん、あの師匠に言っていただいてたんで、もう本当に残念の一言なんですけどもね、頑張らせていただきたいと思いますので、ね、頑張っていきましょう、ね、頑張っていきましょう、ね、はい、ありがとうございます。はい、ではですね、今日はもうあの江中さんのこといろいろとね、はい、伺いたいと思っておりますけれども、まずお生まれはどちらなんですか。あの宮城県の仙台です。そうですか、はい、うん、
私岩手県の釜石なんですよ。あ、嬉しい。お隣ですね。そうですね。まあ、知らなかったです。あ、本当ですか。3つくらいまでしかいなかったんですけどね。でも、あの岩手の前で、はい、そうでしたか。なんかね、親近感を感じますよね。感じます。お隣の県なので ね、 あのね、東北の方は東北に出てるんですって言ったら、すごく、まあ、それだけでなんか応援してくださったりね。そうですよね。まあ、師匠もね、ずっと福島でね、そうですよね、うん、育たれて、はい、ね、もうお隣の県ですね、3人で。いや、いくつで東京に出てらっしゃるんですか。私、あの本当に地元で、お続きでですね、あの地元で OL とかやっておりまして、それで26の時に上京しました。あ、それは歌手になるためですか。そうですね、ちょっと弟がいまして、弟と一緒に、弟が学校出まして、で就職が決まったんですね。それで一緒に埼玉に出てきました。あ、そうですか。はい、歌手になるきっかけは何だったんですか。そうですね、原宿を歩いていたんですね、弟と。で、弟はその時に ある某書店、なんですかね、お店に入っていって、私はブラブラ竹下通りとか歩いていたらですね、ちょうどお声がかかりまして、そうです、モデルをやってみませんかって言われて、でそれからモデルを始めて、であるそのモデル会社の番組があったんです。でそこに演歌を歌わせていただくことがあったときに、南雲社長がそれをなぜかたまたま聞いてくださっていて、この子は演歌がいけるんじゃないかっていうことで、お会いして、それで今プロデュースしてくださったり、はい、会社社長がね、出版社なんですけど本業が、その傍ら専属 MC としてね、はい、プロデュース、笑いのようにやってますけど、いつも、ね、もう面白いんですよ、この子ね。なんかピピッと来たんですね。そうですね、なんか存在感がありましたよね。ね、雰囲気というか、ねえ、いつも可愛らしい印象で。この今度はこんな感じですもんね。そうです、今日たまたまライブがこの後ありましてね、はい、それでこのまんまで来ちゃいました。ご自分でお選びになるんですか。そうですよ、これ自分で選んで、はい、ね、だって社長がね、買ってくださる時もありますね。竹下通り、竹下通りでこういうお衣装売ってらっしゃる。売ってるんです。あ、そうですお誕生日の時も2着買ってくださって、うん、そうですか、それはいいですね。はるかさんね、覚えてらっしゃるか分かんないですけど、大昔に竹の子族っていうのがあったじゃないですか、原宿の保護者天国とかで、竹の子族の名前の由来になったお店っていうのが原宿にありまして、その竹の子っていう洋服屋さんがあって、そこで買った洋服を着た人が踊っていたのが由来で竹の子族になったらしいんですけど。そうなんですか。で当時はね、なんか原宿に4店舗も5店舗もなんかたくさんあったんですけど、今1店舗だけ竹の子というお店があって、そこで、そこで調達してるんです。田中さんはいつも買ってます。はい、だから竹の子族の名残というかね、なんかこう長いハッピーみたいな ね、はい、そういうイメージで、あんまりこういうイメージじゃないんですけど。今こう何ですか、短いスカートとかが多くなりましたね、竹、はい、そこのお店では。いろいろね、男性ものもあったりね。ね、そうですね、ステージっぽいような衣装もありますね、スパンコールがついたやつとかもあるので、よろしかったら今度一緒に。そうですね、とても綺麗ませんけど、水木ちゃんも本当にいつも素敵な、はい、素敵なお衣装で、おそらく一緒に木馬亭に出てるような人たち行かれてるんじゃないですかね。イザナギジャパンさんなんか行かれてますね。そうですか。いや、私がね、衣装を買わせていただいた新宿のお店はね、潰れちゃったんですよ。そうじゃ、もったいないですね。ですやっぱほら、カラオケ大会がないじゃないですか。そうですよね、皆さん、今まで、ね、カラオケ大会に出るとなると一般の方もすごいじゃないですか。すごいですね。その後どうするのと思うようなお店のお店、帽子から ねスツールから皆さんすごいおしゃれをされて ね、それがやっぱりね、カラオケ大会がこの2年間ないじゃないですか。まあ考えてみると私もこの2年衣装新調してないなと思いますから、しょうがないのかもしれないですけど、もういろんなところに ねカラオケ店がダメになっちゃったりとか、そういうお衣装が ねダメになっちゃったりとか、もう悲しい限りでしてね。悲しい限りですよね。だ
からこうね、コロナがなくなってもその歌うところから衣装買うところからまた探さなくちゃいけないなと思ってるんですけど ね元気にね、みんなが復活してほしいですよね。そうですね。だ去年のね、年末はあの小さあの減少したじゃないですか。ですからね、今年は大丈夫かなと思ってたのか。そう、今年はね、こうマスク外れるんじゃないかと思ったんですけどね。そうですよね。ではまあね、あのお話もあれですけども、1曲目のご紹介をしていただきたいと思うんですけども、赤い車に乗ってというんですか。はい、はい、そうなんです。こちらは作詞作曲はどちら様で。あ、はい、作詞は南雲社長がしてくださって、 あと作曲がね、サタニとはじめ先生、サタニとはじめさんという先生なんですけど、あの先ほど控室でね、三月遥さんの記憶というか、先生が北海道庁で、はい、もう大変なエリートっていう話を聞いて、はい、この赤い車の先生もあの外務省のエリート官僚だったんですけど、何を思ったのか早期退職して、もう今一日中作曲をしてるという、そうですね、はい、そうなんです。そうですか、やっぱ変わった方いらっしゃるなんかね、青春の忘れ物を今取りに帰ってるんじゃないですかね。そうかもしれないですね。はい、ではその赤い車に乗ってお願いいたします。Thank you.
はい、素晴らしい、ありがとうございます。聴いていただいてありがとうございます。楽しい曲で。これは南雲社長の、あれですか、願望ですか。あなただけ。この2年ぐらいコロナ禍で、でやっぱりもうみんな大変だと思うんですよね。それで自分がこう普段移動してる時とか、あの仕事に行く時とか電車に乗るとよく電車が止まるんですよ。そうですか。で、あのいろんな事情があるんですけど、まあ人身事故で電車が止まったりする時に胸がいつも痛くて、そうですよね、まあこういう選択しかなかったのかなっていうことを考えると、もういたたまれない思いになって、でもうそういう人がもう言葉には出さないけど周りにはきっとたくさんいるんじゃないか、だから皆さんがね、うん、周りにもそういう人がいるかもしれないので、こう大事に、うん、して、あの一人でもなんか命が救われたらいいなという思い で, ですか、詩を書きましたね。はい、うん、なんか詩を書いてる時に、あの社長は泣きながら作ったそうです、なんかカフェで作ったらしいんですけど、号泣してるのが作ってた。周りの方は、あらどうしたのかしら。まあそういう思いで書いたんですけど、皆さん大体これコミックソングだと思うみたいで、曲調がね、そういう感じなんで、そうですね、なんか女性がやっぱりこういろいろやさぐれてたんですけど、やっぱりこう男性に出会って、もう一度は死んだ命なんだけど、あなたのおかげでこう立ち直った、今度は苦しんでるあなたを私が助けたいっていうね、そんな思いですかね。で泣きながら号泣しながら、おお、それこそ遺書でも何回書いてんじゃないかと思われたら大変でしたけどね。そうですね、一体これじゃなんで泣いてるんだろう。遺書ではね、書いてると思ったんだと思ったね。あー、そうか、チラチラ見られてるんですね。そうですよ、なんて声かけていいかわかんないですよね。そうですか。南雲さんはあの、ね、出版関係っておっしゃってましたけども、そうですね、はい、最初はどう言って言ってないですけど、こうあのお生まれはどちらなんですか。僕の生まれは千代田区。あ、そうですか、はい、千代田神田ですね、まあではい、この近所ですね。はい、でその出版関係のお仕事が最初のお仕事でいらしたんですか。あ、いえ、いろいろありまして、あの別に出版がやりたかったわけじゃないんですけど、まあ巡り巡ってそういう巡り合わせになっちゃったんですけど、大学を出てしばらくは高等学校で英語の教師をやってました。うん、そうですか。ハローエブリバディみたいな感じでやってましたね。英語 の, あの、ね、ご紹介もございますけど、こちらに英会話の本が あるんですけど、こちら上白石さんラウンドから好評発売中の本なんですけど、まあ皆さんね、英語で悩んでる方多いと思うんですけど、簡単に英語が分かる、2週間で英語が分かるというね、メソッドなんですけど、江中ひとみちゃんが CD と DVD で英会話のポイントをね、3つ中に入ってますよね。はい、そうなんですね、ここにね CD が入っております。ひとみちゃん、英会話上達のコツは何ですか。はい、やっぱり主語、時制、発音ですね。この3つをね、そうそうそう、英語がうまくしゃべるようになる。大丈夫ですか。みずきさんね、英検3級なんですよ、ひとみちゃんは。英検3級は誰でも持ってますから。簡単な日常会話ぐらいだったらできますので、ちょっとやってみて。じゃあ自己紹介で、じゃあ僕が、あの英語のわからない方もいらっしゃると思いますので、通訳します。はい、じゃあ、はい、通訳お願いします。 My name isひとみ、えなか。向こうの山に UFO が墜落したんだ。 I am singer。 ごう音とともに UFO 大爆発。 My hometown is 宮城。中から宇宙人が出てきたよ。 I like fishing。 フラフラになりながらなんか言ってるね。ひとみちゃん、かわいい。これ合ってますでしょ、皆さん。大体合ってますよ。ちょっと本の、ちょっと効果音がね、ちょっとなんかあんまりこう出ませんでしたけどね。本の売れ行きがちょっと心配でございます。
果たしてこれで英語はマスターできるのかとねご不安の方もいらっしゃると思うんですけども、まあ不安かね、どうか、読んでみて、そうですね、はい、ぜひ読んでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの先ほどの赤い車はね、あの南雲さんの作詞でございますけど、作詞はたくさんやってらっしゃるんですね。そうですね、あのひとみちゃんは60数曲シングルをすごいですね、曲漏れてないんですけど出してるんですけど3分の2ぐらいやってますかね。はい、そうですか。じゃあもうここに並びきらないぐらい CD があるわけですね。大変ですね。25枚ぐらい出してますかね。はい、一発もねヒットしないという。いやまだね、あの本当に何が当たるか分かんないですからね。CD はいろんな用途があるので、あの地方に行けばカラスよけとか、キラキラとかコースターとかね、フリスビーとか。そうですね。あと僕あの今ねあんまりこう地方行くことないんですけど、あの大阪とか行くときに新幹線とか乗ったときにこう駅でね週刊誌なんか買うと袋閉じとかついてたりするじゃないですか。あれをこう CD だと結構綺麗に、はい、破けるので、用途はあなた次第。すごい使い勝手がいいですね。使い勝手いいですよ、はい、なるほど。じゃあこの 2曲目の残波の夕日ですか、はい、こちらの作詞も何ですか、はい、長尾社長が作詞、はい、こちらはどういう思いでお作りになったんですか。そうですね、この残波というのは地名なんですけれども、あの沖縄に残波岬というところがありまして、ひとみちゃんはこう見えてあの高校時代はテニス部で活躍されてスポーツが大好きで、デビュー曲がサッカーの歌だったんですね。あ、そうですか。で野球も好きで、将来の夢が2つありまして、1つがまあ大変おこがましいんですけど紅白に出るという、ね、でもう1つは、甲子園球場で阪神巨人戦の始球式で投げたいということで、ひとみちゃんは仙台出身なんですけどなぜか阪神ファン。そうですか、怒られちゃいますね、はい、で阪神タイガースがあのこの時期ちょうど2月ですね、今の時期にキャンプを張るのが宜野座村という沖縄のところなんですけど、宜野座はまあ小さい町であの宿泊施設がないんですね。で阪神タイガースの選手はあの残波岬というところに泊まるんです。であの練習が宜野座で終わって残波岬に戻ってきても夜もずっと練習したりとか努力をしている野球選手を好きになる女の子でもなかなか芽が出なくて、背番号がね、2桁から3桁になっちゃうけどずっと応援してますよっていう、そういう歌ですね。はい、応援歌ですね、はい、いや今のね時代にいいかもしれないですね。そうですよね、はい。ではどうぞご紹介なさってください。はい、こちらは初角谷千歳師匠が作っていただいた会ってくださいのカップリングで、こちらはい、こちらですね、残波の夕日、はい、はい、では残波の夕日どうぞ。先に夕日が沈む。
ありがとうございました。あえて専属の方がいらっしゃるんですか、バックつけてくださる方は。そうですね、あの PV 担当のね先生がいらっしゃって、曲を作るたびに PV を作っていただいてね、ありがたいですね。いいですね大変だと思いますね、背景をねそれに合わせたのを探してきて。そうですね、そうですね、まあね、今素人の方だともう結構いろんなことね、フェイスブックだとか、ね、インスタだとかだともう、こんなこと、TikTok とかね、そうなんですよね、いっぱいですね、インスタグラムとかね、もう加工してね、もう全然こうやって追いつかないというか、ね、水木さんはそういうのお得意ですか。いえいえ、ダメなんですよ、本当に。で、私が、デビューして17年になるんですけど、最初の頃は CD とカセットを半分ずつ作ったんですよね。で、それから 2,3 年知ってるうちにカセットはなくなって CD だけになったんですけど、もうなんか今はもうね、それこそ CD もこれからなくなるんじゃないかって言われまってね、もう配信の方がね、圧倒的に多くなっちゃうんですよね。そうですね、だから YouTube なんかもね歌っていただいて嬉しいんですけど、なんか CD はいらないって言われちゃうと悲しいですよ。ね、YouTube に載ってんですかとか、はいって言ったら、あ、じゃあいいですか言われちゃうと困っちゃうんですけど、スマホで何でもねこと足りちゃうので。そうなんですよね、プレイヤー持ってませんとかね。そうですよね、今再生するね、そのプレイヤー持ってない方も多いんですよね。そうなんですよね、だいたいカセットデッキだって売ってないですからね、今本当にそっか、最近見てないですねカセットね。ひとみちゃん知ってますカセットって。知ってます、はい、音源をカセットテープレコーダーに吹き込んで持ってきてくださった先生いらっしゃいましたよね。あ、言っていいのかどうかないですけど、あの岡島二郎先生ね、はいそう、吹き込むのはそれが楽でしたね、それで送ってきてくださってね、うん、この家に歌ってくださって、で僕らもその再生する機会を持ってないんですよ、ないんですよね。で電気屋さんに行って、うん、これを再生するのあのくださいと言って買いに行きましたね。そうですね、うん、そうですよね。あと MD っていうのもあったんですよね。ありましたね MD ね。あれはなんかね、この曲の間にこれを入れてなんてのも自分でもできたぐらいだから、うんうん、あ、便利でいいなと思ったらいつの間にかあれもなくなっちゃったんですよね。そうですね、 MD も一瞬でしたね。MD はデジタルだったので音質は良かったですけどね、うんうんうん、なんかもう覚えた頃にいろんなものがなくなるおばさんは大変でございます。10年だったら CD もどうなってるか分かんないですね。どうなっちゃうでしょうね、そんな気がしますねこれから何かご予定はあるんですか。今年はなんかライブ、大きなライブがあるとかあるんですか。頭に入ってないですね。一番大きなイベントの方がいいですかね。一番大きなイベント言ってください。何でしょう。あの4月30日、4月30日、はい、あのワンマンライブがございまして。あ、そうですか。それはぜひあのバンドで歌わせていただきます。4月の最終土曜日になります。そうですね、はい、場所はどちらですか。場所は蒲田ニューレートでございます、はい、うん、ぜひ皆さん番所を繰り合わせていただきたい。難しい言葉してるじゃないですか番所を繰り合わせて、はい、お誘い合わせの上、はい、ご来場くださいますよ、はい、よろしくお願い申し上げます。本当にあのなんていうんですか、こう実現できたらいいなっていうのは今状況ですよね。そうですよね、うん、私も15周年がね、うん、2019年だったんですよ、はい、だからコロナのこの字もなかったから、はい、もう100名のとこ120名押し込んだりしたんですけどね、もうその時に20周年もぜひって言ったんですけど、本当に20周年ができるのかなと思って、ね、もう来年再来年ですけども、ね、このコロナがないと あるとね10人テーブルのところ5人しか座れないなんて、なんと採算が取れないって、申し訳ないんですけど、そうですよね、ぜひね皆さん気をつけていただいて、あの健康が大事ですからね。そうですね、早くコロナもね落ち着いて収束してほしいですよね。今日のね、はるかの一曲なんですけど、こちらにあります湘南恋明かりというなんですけどもね、こちらがですねデュエット曲なんですけど、女性は私だけで1番2番3番と男性が変わるという大変贅沢な、羨ましいねデュエット曲で、今日はね2番まであのお送りしたいと思いますので、はいはい、作詞作曲された本田修一さんが1番、そして浜豊さんが2番を歌ってくださっております。はい、では湘南恋明かりお願いいたします。
さあ、ヨガニセのデビュー曲ですね、湘南恋明かり、濱井大河しゅうちゃん、そしてはるかさん。小雨混じりの霞んだ街にぼんやり映る石畳、さざん茅ヶ崎波の音、はにかむ二人肩寄せ合って、朝まで夢の旅、朝まで夢の中、せくげ沼じれながら見つめる二人、手と手をつなぎ、朝まで夢の旅、朝まで夢の中、湘南恋あかり、さんに負けないような格好で悩ましくて10年ぐらい前のビデオだもんね。綺麗です、はい、とても美しくてね、はい、イケメンさんに囲まれて美女が一人、はい、いいですね、はい、楽しい曲でございます。イケメンに囲まれるとね、こう輝くんですよねそうですね、はい、お相手次第でございますので、ね、はい、あとね、こちらがですね、Amazon から全世界出版いたしまして、全米で第一になりました水木遥香の写真集、ね、全米1位ってすごくないですかこれ。すごいことです、まああの1日ごとでね、あの集計されるんで瞬間限みたいなもんなんですけれどもね、あのこれは、でも栃木テレビの方ですかね、そちらの方 の収録してる時の様子なんですけれどもね、あの本当はそれこそスマホとかパソコンで見ていただくんですけども、なかなかあのカラオケ屋さんのお客様なんかに、Amazon でとかってスマホで見ていただいてとか言っても分かりにならないんでこうやって持ち歩くようにしておりますけれどもアメリカの人に何かねこう訴えるあれあるんですね。そうですね、あの最初ですね、水木遥香って漢字で水木はやったんですね、うん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 、あごめんなさい、最初はローマ字でやった、ローマ字で、そしたら2までしかいかなかった、それで水木を漢字で遥香もね、あ、はいはい、要するに日本語で表紙をつけたんです、そしたら1位になった。すごい、やっぱりそういうこのオリエンタルなものの方が売り行きがいいというか、やっぱり2位でもすごいですけどね全米1位ですよ、全米すごいですビルボードの1位みたいなもんですもんね素晴らしい、これできないですよね、できないですね、さっきね、世界中に愛されるはるかさん、CD で袋閉じがあれするっておっしゃったんですけど、はいはいはい、この写真集っていうとね、はい、じゃあヌードあるのかとか何つもおっしゃるところがね、いや電子書籍なんでね袋閉じができないんでヌードはないって
そう言っておりますけども。じゃあもう、セミヌードもないんですね。セミヌード、そうですね。水着ぐらいあるかもしれないですね。はい、あのフェイスブック見ていただきますとね、うん、私があの温泉に入ってるのがありますけど、バスタオル巻いてるっていうのがあります。温泉いいですね。あの温泉旅館さんのね、体験レポートなんかしてたもんですから、その時に今歌ったあの本田修一さんとね、ずっと一緒に動いてたんです。そうだったんですか。ひとみちゃんも温泉大好きですもんね。大好きです。まあ今考えるとね、毎月温泉旅行してたみたいなもんですからね、うん、それもあの1ヶ月もっておりますから4泊5日で行ってたんですよ。もう毎日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 違う温泉入ってて、ね、食べ物をご紹介したり温泉に入ったり、はい、だからテレビをなんてもう特別料理までみんな出てきちゃうというね、大変素晴らしい。あ、それは役得ですね。いいですね。で、ね、でね、いい温泉に、肌ツヤもいいんですね。そうですね。いい温泉に入れていただいて、はるかまたまた綺麗になっちゃうっていうのがね、キャッチフレーズですね。で、こうやるとですね、花が飛んだり、腰が飛んだりするようなね、そんな、バカなこと6年間もやってたんですけどね。そうなんですか、素敵なんですね。いいですね、やりたいですね。ね、だからそういうことも今はね、できないと思いますのでね、ぜひ、あの、またね。これから遥かの世界旅行とか始まるかもしれないですね。そうですよね、本当にそういう。今週はナポリ、来週はロンドンみたいな、ね。本当にね、そういう世の中になってほしいなと思いますよね。うん、そうですね、また戻ってね、本当に平和なね。そうですよね。はい。じゃあ、ぜひね、そういう日を目指して。目指して頑張りましょう。二、ね、人で紅白目指して。紅白目指して。はい、頑張りたいと思いますね。はい、今日は本当にね、お会いいただきましてありがとうございました。またね、こちらこそありがとうございます。ね、ひとみさんのファンの方も見に来ていただきましてありがとうございました。ね、ぜひまた いらしていただければと思います。はい、はいはい、ではエンディングは水木遥香の作詞、そして、私の師匠の島礼二先生の作曲でございます。明日を信じて。また来月、来月のゲストは深夜さん、韓国人の男性の方でございますけどもね、ぜひ、3月28日でございます。またご覧いただけますようにお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
しい。